前回の動画では I, u he, she, it, we, they の何々を何々にの形を確認していきましたそうしたらまたいつも通り実際にこの写真を見ながらこれらの単語を使った例文を作ってってみましょうまた紹介シリーズですまたこのジャック君に主人公になってもらいます私はジャックですここからまた始めようか I am Jack I am Jack. そして次、どういうふうに持っていこうかな話です。そうやね。ここで出したいので、私はあなたに私の友達について話をします。ちょっと文章が長くなるけど、この文を作ってみようか。私はあなたに、ここで出てくるやね。あなたに私の友達について話しますと。どういうふうになるかっていうと、私はっていう主語は変わりません。 次は動詞。英語では主語動詞になるので、私は話します。あなたに話すなので、言うです。え、これはそのまんまやんって思うかもしれんけど、そうやな。言うっていうのは、あなたにっていうときもそのまんまの形です。ま、なので、あなたにの方の言うをここに使ってあげますよ。I tell you. てるっていうのは、話す、伝えるって意味です。I tell you. そして、私の友達についてね。何々についてっていうのは、about っていう単語を使います。about my friends。友達4人おるから、S つけて。これね。I tell you about my friends。これで、ちょっと難しいから、訳も書いとこうか。私は、あなたに、私の 友達について話しますと。これで OK です。そして、私は愛はそのままやってけど、あなたにになっているので、ここは何々を何々にの言うになっていますよと。愛とか舞も同じような単語の種類やね。私は私のです。 で、次、じゃどうしようかね。私はあなたに、私の友達について話します。で、またこのダン君に出てきてもらおうか。彼の名前はダンです。これはちょっと復習ね。彼の名前なので、His name is Dan。これは OK だと思います。彼のっていう時は、His を使いました。彼の名前はダンです。そしたら今度、私、ジャック君、彼のことは好きなんです。こいつ、い,いやつなんですよと。彼、私は、 彼を好きですなので、I like him. こうなります。I like him。私は彼を好きです。なソーニャのデ。え、ではなく him を使いますよと。ちょっとここも字を大きくしておきましょう。I like him です。そしら今度。 ここで彼をっていう形がまた出てきましたんやけどこっちの2人もまた登場してもらいましょう彼らは兄弟です。行ってみたいと思います。They are brothers ちょっと長くなってきたのでこっちを持ってきます。彼らは兄弟です。そしたら今度はここでちょっと文を変えて私、ジャックは彼好きやけど彼らも好きですと。私は彼らを好きですと言っているのでどうなるか。 彼らを好きです。I like 彼らをは全部になるんやね。I like them。二人おるから、ヒーではなく、こっちではなく、こっちはね。そして彼らを、彼らには全部を使いました。これまた、彼らを、彼らにが出てきていますよと。新しい形です。え、そしたら次、またこのお父さんに登場してもらおうか。 彼らのお父さんは、コリア、韓国出身やってんけど、英語の先生です。これ言ってみようか。彼らのお父さんは英語の先生です。彼らのなので、ゼイじゃなくて、ゼアやね。ゼア、ファーザー、イズ、アン、イングリッシュ、イングリッシュ、ティーチュア。こうなります。 彼らのお父さんは英語の先生です。ちょっと文が長くなったね。まあ、でも彼らの、no、なので、ぜいじゃなくて、ゼアを使います。彼らのお父さんは英語の先生です。そしたら、こういう具で、えっ、ー、とお父さん、彼は私たちに英語を教えてます。まこの人たち、このこの子ら、この二人のお父さんに英語を教えてもらっていると。どうしたらいいか。彼は私たちに英語を教えてます。なので、彼、日、 teach, teach が教えるって意味です。He teaches us English になります。このあすが私たちになわけね。私たちにです。え、私たちは、we っていうのは私たちを、私たちにの時は、あすという形になりました。え、彼は私たちに英語を教えていますと。 何々を何々にの形が出てきているのでこれ覚えることもそうやねんけどしっかり文章の中で使えるようにしておいてください。